マーティン・セリグマンマーティン・セリグマンはニューヨーク州アルバニー出身のアメリカ人心理学者でうつ病と異常心理学に関する世界的権威で学習性無力感の理論で有名でありその研究はポジティブ心理学の創設につながった彼はペンシルベニア大学のポジティブ心理学センターの長でもある一般向けの著書も多いニューヨーク州アルバニーに生誕する 1964年にプリンストン大学にて哲学の学位を取得。1967年にペンシルバニア大学で心理学の博士号を取得。コーネル大学で教鞭を取ったが1970年にはペンシルバニア大学へと戻り、1976年から心理学の教授を務める。 1970年代には学習性無力感について研究していた。娘の事故を機にネガティブさよりもポジティブさに関心を向けることが幸福の鍵だとみなすようになり、ポジティブ心理学の創設者の一人とされるようになる。ペンシルベニア大学にポジティブ心理学センターを創設した。哲学を学んだこともあり、ポジティブ心理学の課題を アリストテレスのエウダイモニアの探求に結びつけた。1998年にアメリカ心理学会の会長となる。ありがとうございます。